ところで、日本人として初のロードレース世界チャンピオンに輝いた片山孝純選手は、その世界グランプリをフルシーズン転戦するために、このヨーロッパにもう長い間住んで、他の地での生活を過ごしてきた一人です。そこで、その彼がプロフェッショナルライダーのレースという仕事としてのモーターサイクルを離れ、生活をエンジョイするためのモーターサイクルをどう思っているかなども含め、いろいろと語ってもらうことにしましょう。今のバイク160とか180とか200とかっていうね、限りなくスピードを上げるところに関しては非常に、技術を酷使してイージーにものを作り上げれるじゃない。それは本当にテクノロジーだよね。でも本来それはね、全く必要ないんじゃないかなって思ってるわけ。というのは、バイク自体が早くその A から B の地点にね、到達するために必要なその乗り物だとは俺はとても思えないんだよね。それまでもね、その A から B の地点がね、例えば限りなく遠い、遠い道ながら楽しい道、例えば直線路で国道を走れば20分で行けるところを、バイク乗りの人たちは多分脇道通って1時間かけて行くよね。俺オートバイ行ったの寝かしてる時の感覚って最高だと思うわけ。イタリア中部のアドリア海に面したリミニに位置するビモータ。我が国でもおなじみのこのビモータは、年間の生産台数が500台という小さな規模のカスタムメイドを専門とするメーカーです。工房といった方がふさわしいこのビモーターが生み出すマシンは、車で言えばフェラーリのように純粋に走りを楽しむマニアに向けたロードスポーツの頂点を狙ったものです。モーターサイクルライディングのエンジョイの仕方に両極があるという見方をすれば、このビモーターはマシンを操ることそのものと相対して真剣に取り組む、いわばストイックな気分に浸るための強いスポーツ性を追い求める人たちに向けたマシンということができます。それだけに、例えばドゥカーティのエンジンを積んだ DB1 などは 750cc ながら 400cc クラス並みにコンパクトで軽量にまとまるため、ビギナーにも扱いやすい面も併せ持っていますが、本物のロードレースマシンと同じような薄手のウレタンフォームラバーを貼り付けただけのシートに代表されるように、乗り心地や長時間のツーリングなど快適性を云々するマシンではありません。ほとんどの一般道路の速度制限が100キロという我が国と環境の大きく違うヨーロッパでは、イタリアのモーターサイクルをはじめとしてワインディングロードを思い切り走るためのスーパースポーツが長い間憧れの的として君臨してきました。そのスーパースポーツの究極の姿として、早く、それも次元の高いレベルの走りが楽しめる、こうした一部の熱狂的なマニアに向けたマシンの走りは、プロフェッショナルライダーのライディングでもグランプリマシンなどとは違った意味で楽しむための走りを再認識させるのにふさわしいものが感じられます。ロードレースがヨーロッパの国々の中でも最も人気が高いお国柄であるイタリアという土壌の中で、ただ単にレーシングマシンのレプリカを追い求めるところを超え、どういった設定のキャラクターがサーキットではなく一般行動でライダーに充実感、満足感を与えられるかというところの考え方がすでに定着していること、そしてもちろんこれだけの走りのできる環境を持っているイタリアならではのアダルトな感覚と熱い感性が同居しているあたりに、彼らならではの先進性を認めないわけにはいきません。
れでしょ、逆光で一瞬前が見えなくなる。びっくりしたでしょ。いや、後ろってそうじゃないんだよ、だから。うん。逆にストップランプにびっくりしたんだもん、こっちは。ちょっとしたあのバスと、うん、あれと車の手前に何かが、こっちの向こう側にいる車が見えないね、あれね。うん、そう、小さな車見えなかったでしょ、うん、ちょっとしてその手前にもまだ車が、うん、いたんじゃないかなと思って、うん、それですごい落とした。最悪だね、あの逆光は。おお、行っちゃうなと思ってさ、わあ、行くじゃない。ドン。いやいや、ここテンさんがついてこなければいけないと思って。ここは行動ですみたいな。急に。ここは行動ですみたいな。急にこの辺、僕は良いことないであるなし。嘘をつけてたさっきのあれは何だという感じがした。だいたいね、あとの気分のテンポが非常に難しいです。そうですか。深刻が大きいのだけは見えないですから。実際ね、750のエンジンだってツインでやったら、普通にやるとバーチカルツインだったら、なんとなくもっと昔のほらトラとかノドンとかああいうイメージか、ヤマハのツインの750とかああいうイメージじゃない。うん、こういうんだと基本的にあの単気筒でしょ、幅、うん、そうだよね、うん、V の V だね、うん、そういう意味での良さが出てるんだろうね、こういうハンドリングなんかにもね、うん、それでいてやっぱりエンジンの変なあのマス自体感じないでしょ。そうそうそう、アクセルのオンオフにあれは大したもんだなと思うな。それでいて、それでいてほら、棒あたりが大きいエンジンのレスポンスもピックアップの差っての、うんうん、こう低回転でもこう、例えばほら、ちっちゃなコーナー入った時にこう、うん、開けた瞬間にピュッとこっち行けるみたいな、うん、そういうのあるじゃない。うん、すごい乗りやすいんだよね。うん、まあ、また、だからこう、4気筒とかさ、まあ、もちろん日本にも V4 とか、インライン4とかあるけど、その、そういうことだけじゃない、なんかこう、なんとかな、こう楽しく乗れればいいじゃないっていう側に立つとね、うん、非常に楽しい、ね、エンジン自体俺ものすごい楽しいと思うよ、うん、乗りやすいから、こうなんて最近のエンジン自体がこうパワーパワーでやってるけども、うん、アクセルとのレスポンスが悪いでしょ、うん、どうしてもスポンジでしょ、うん、開けてからちょっと増してからパワー出るみたいな、うんうん、悪循環でしょうね、うん、エンジンも大きくなるでしょ、車重も重くなるでしょ、まあ、一生懸命軽くしてるけどさ、うん、でサスもリバウンドが長くなっちゃうでしょ、うん、そうすると全部が遅れるじゃない、うんうん、だからエンジンそのものがレスポンスいいですよって言ったって結局最後に出てくるまでに時間がかかるんじゃないのかな。高回転にすればするほどどうしてもなるもんね、うん、スロットのレスポンス悪くなるからな、うん、そういう意味ではもっとこうベーシックな部分で楽しいっていうのかな、うん、これなんか一番面白いのが例えばあの2500とか3000ぐらいね、うん、もうそれ低い回転でポンと開けた時にもう全くあのドカンっていうやつじゃなくて、うん、開けてからババッとこう好きなだけ、例えば4分の1ぐらいまでは十分に、うん、前へブワッと進んでくれる、トラフィオンかかってて正味それが前へ行こうとしてるっていう、うんうん、もうそれ自体がものすごい楽しいね、うん、だから全く思った通りにバッと動いてくれるもん、リアホイール自体が、うんうん、結果的にだからそういうのがフットワークが良くなる、うん、ね、そうだよね、だからそう、なんともだから排気量とかさ、そういうのがフットワークいい言葉な、うん、でも本当そうだと思うよ、こう自分の足がポッと蹴るみたいな感じでしょ、ね、そういうその足応え手応えっていうのがさ、うん、やっぱりこうバイクを乗っていく上ではいかに大事かってことをね、最近やっぱりすごくこうこのヨーロッパとかね、大、うん、国の特にイタリアのバイクメーカーがね、うん、そういうことをもう一遍こう僕たちにこう問いかけてる感じすごくするね。あの勝負すんなら感性って奴らが言ってるみたいな感じすごくするわけ。やっぱし二輪自体が感性の乗り物だからな、四輪とはだいぶ違うもんね。